はーい、おまけでーす。はい。反応薄いの。おまけはね、この自称ポケモン博士、まさとくんに、うろ覚えでポケモン書いてもらおうっていう、はい。はい。コーナーです。まあ、何を書くそうだね。まあ、まさとくんはね、まあ、ポケモン博士なんでね、多分何でも書けると思うけどね。まあ、ね。書けるね。ほらね。じゃあ、スイ君を書いてもらおうかな、スイ君。お、スイ君。ポケモンクリスタルバージョンの表紙の。スイ君を。スイ君ってあのスイ君っすよ、ね、そう、スイ君。だってもう何出しても多分知ってるから、逆に、まあね、マニアックなの出してもしょうがないもん、うん、で、ちなみにマサトはペンタブが使えなかったのでマウスで書きます。そこはご了承ください。いや、まあ、わからんでもない。一回ね、トライしたんだけど書けなかったんだ。うん、はい、じゃあ書いてください。はい。スイ君ってあれだよね、もう横顔から書いちゃおうかな。あ、横のアングルで書くの。うん、でも笑わないでくれ、これ真剣だから。どこの部分だか。だって笑わないで、真剣の人笑うのよくない。だってなんかこんなね、なんかね、クリスタルみたいなのが上に刺さってる。ちょっと、あれ。ほら、使い慣れてないからね。いやいやいや、マウスは使い慣れてるだろ、別に。あれ、こんな感じだったよね。で、なんかね、確かね、オーロラポケモンとかそんな感じだったような気がするね。やっぱ知識はある。でね、予測歩行っていう。俺、さっきまでこの人に0点とか言われてた。やめろ。よし。え、なにこれ。靴履いてる。靴じゃねえわ、足だろうがよ、どっからどう見てもよ。靴。確かにちょっと顔はちょっと似てないかもしれないけど、胴体でどうこう言われたくない。ちょっとね、確かなんかね、結構足が速そうな感じ。間違えた。ひどい。こんな感じだったような気がするんだよね。うまいとは思ってなかったけどさ、最初から。あのアイコンの亀の絵からして。はい。あ、ちょっと。わかんない。いちいちの靴の意味がわかんないんだけど。靴じゃなくて足だっつうの。ひどい。こんな感じ。待って、笑わないで、あんまり。でなんかね、紐がなんかどっかから出てんだよ、この辺かな。スピンオフでいきますわ。こんな感じだ。紐でいいの、それは。オーロラ。確かに出てはいるけどさ。よし。あれ、あとちょっと待ってね。今、そう思い出してるから。あ、こんな感じかな。で、ちょっと尻尾もね、やっぱ。なんかひどい。あ、なんか結構出てるけど。なんだろう、ちょっと模様もあったり。今更だけど、なんであんなあいつタラコ唇。スイ君だよね、だって。うん、あれでもこれ割と。いやね、わ、うん、なんかね、知ってるんだなっていう感じはするよね。うん、知ってるって。再現度の低さよ。ちょっとね、はい、じゃあ色塗ります。はいはい、うん、色塗ったら変わるかもしれない。ね、まだ、ね。ないけど。お気持ち悪い。近い。きつい。これきついな。ほら、スイ君。いや、もうなんだろうな。近いって言えばいいのか、遠いって言っていいのか分かんないレベル。もう大体、あ、黒じゃない、茶色だった。革靴履いてんの。ちげえよ、足だよ。ひずめの部分で。あ、尻尾何色だったっけな。何色でも変わんねえ。これ。ん？何これ？俺久々にちょっとパソコンの画面見たけど、何これ？え？何これ？できましたよ。何これ？チンアナゴムシ。ついあの変な生き物でしょ。何これ本当に。すごい。ちょっと、もうこの、例えさえ思いつかない、この上のやつ何。なんかこのクリスタルみたいなのついてるんだよ、スイ君って。まあ言わんとしてることは、まあ、君はちょっとポケモンの知識浅いから知らないかもしれないけど。あ、ごめんね、それは確かにね。上にクリスタルみたいなのついてるんだよ。このビロビロってな。これあれだよ、ついてる。でもね、ちょっと心残りなのは。キャッツアイの人が使ってる。違うよ。キャッツアイの人。違うよ。あ、つまりこれ全身レオタードってこと。いや、お前ら、正解知らないからそんなこと。いや、今見てんだよ、俺は。正解見てんの。うん、じゃあ正解見る、うん、ていうか、まあ採点するか。そうね、採点、うん、うん、俺はまあ大あまり見て11点だと思うんだけど。嘘だろ、こんなんだろ。11、2点だと思うんだけど。うん、まあ妥当だと思う。スイ君こんな感じでしょ。いや、まあ言わんとしてることだけは分かるんだけど、ね、じゃあスイ君
これです。ほらクリスタル近っ。クリスタルお前あお前体太すぎんだよ。そっかオーロラの色塗んなくてよかったんだ。あビロビロはね。あでこの紫のやつちょっとお前がどこの何を言ってるかもうわかんねえ。このちょっとさピンクに描いた部分あの色塗んなくてよかった。まず釈明してほしいのは靴なんてないからね。靴じゃねえよ。ひずめつかなんつの子は。ほら靴ないからね。あ本当だ。あじゃあ俺の知ってるスイ君とちょっと違うわ。あでもほらこのクリスタルのあれ何この言い訳。ほらこのクリスタルの部分そっくりすぎない。そっくりとまでは言わないけど確かにこれが思ったよりでかいっていうのは確かに合ってる。うん、うん、合ってる。ただ目でっけえなお前。あーちょっと、うん、顔までは覚えてなかったな。あだこの紫のひらひら確かに知ってるだけあってなんか部分部分なんかこういう模様とか再現したのがムカつくな。えで待って11ね、あのね、うん、パーツパーツあってんだけどねブサイクすぎる。ちょっとねスイ君ってもうちょっとね神秘的なポケモンだから。確かにね。こんなやつブサイクすぎるって。スイ君こんなんだと思ったんだけど、うん、11点から12点ですね。そうっすね甘く見てね。うん、いやこれはいいな。マサトにうろ覚えでポケモン書かす企画もできるな。はいじゃあおしまいです。はい、はい、いやでもいや俺は本編よりこっちの方が面白かった。